私は大変強く確信していることがございます。それは私が大使であった間で日本に戻りまして、でアメリカから大使として日本に参りまして、日本を理解するための努力をいたしました。で長年かかりまして、少しずつ私は日本が分かってきたように思います。1年ほど日本に参りまして、日本はもちろん何度も何度も行っております。もちろん私が12歳の時に父親と一緒に行ったこともあります。それから自分自身が大統大使になりましてからも参りました。で日本のことはそのように徐々に分かってきたんですけれども、2年ほど大使をしてまして、日本はもっともっと分かるようになったわけです。それからまた3年ぐらいいた時は日本に住んで、もう日本は大体もう裏の裏まで分かった気分になりかね、4年日本におりましたらもう全然日本が分からなくなった、なんか分かったと思ったのがさっと分からなくなったという大変複雑な世界で、分かったと思ったが何かがあるとまた全然分からなくなる。あなたたちは独特の文化を持ってらっしゃいます。世界にない文化を持ってらっしゃいます。ですから我々の考え方と違うわけですね。他の制度とも違うわけです。ですから日本の制度分かったと思ってもまた分からなくなるという複雑なものがあると思います。で私は日本の方々の友人がたくさんいます。で私はもう4年も住んだけど日本のこと何も分かんない。そうしますと日本の人は言いました。あなたは日本のこと分かった、分かんないということは分かったということは分かったんだよというような言い方なさいました。レバレント三民ムーンの神のメッセージによりまして、今私どもほとんどのものが神を信ずるように至りました。そして先生からお話を賜りました信仰、家庭の大切さというものを学ばさせていただきましたが、そのレバレント三民ムーンとが非常に尊敬されるジェリー・フォーエル先生と今日お目にかかれて本当に光栄に思いますが、ご質問は2つございます。先生、ジェリー・フォーエル先生のレバレント三民ムーンとの出会いについて、そして、どのような、今後このアメリカの再建、世界の再建のプロジェクトをお持ちであられるか、ぜひお伺いしたいと存じます。私が信仰していることはどういうことかと申しますと、キリスト教を通じての救いとかですね、キリストを通じての救済とか、そういうことを信じています。しかしまだ同時に私は自分たちの国際的な責任というのを持って信じています。でその他の全ての人々、この地球上に生きる全ての隣人たちに対する責任を信じています。私ははっきり文先生とどういう形でどこで会ったかというのははっきり覚えていませんけれども、まあ、今思い出しました。文先生はアメリカの法廷システムによってですね、非常に不公正な取り扱いを受けました。そしてビリー・グラハムさんとか、まあ、その他のキリスト教の牧師の人たちと一緒になって大統領に対してその有罪判決を取り消すように自分たちは訴えました。で、まあ、その文先生の信仰のゆえに迫害を受けたというふうに自分たちは見ていました。でその後に文先生に会ったんです。私たちは家族について話しました。家族あるいは信仰について話しました。で、まあ、明らかに文先生は自分がどういうふうな話をその問題について話しているかということをよく見ていたと思います。でまた共産主義の問題についても大きな課題でした。でそういう問題について、あるいは家族について、いかにその世界における共産主義の問題を解決するか、そういった問題で共通の接点を見つけて協力し始めたんです。ローマンカトリック派とか、あるいは仏教とかモルモンとか、まあ、いろんなそういう信仰がありますけれども、全人類一家族の全体から考えて共産主義というのは非常に良くないものだと信じていました。ですから共産主義を覆す、崩壊に導くために私たちは協力したんです。世界を平和に導くというミッションです。平和で、そういったものは新しいいろいろな国々が今生まれてきておりますけれども、今もう東西関係ではなくて、東西問題ではなくて、いろいろな小さな国々が生まれてきてます。まあ、政治家によってはやり方はいろいろ違いますけども、政治家がむしろ国際紛争を起こす可能性があります。ですけど女性男性はみんな祈ってるわけです。祈ってるような方々はそういう問題を起こす率は少ないわけです。ですから皆さんのような組織を通して
私は希望がある未来に対する世界の平和は皆さんのような方の力によるんだと。ですからそういう意味においてありがとうございました。スザンと私をこの皆様の今日の夜一緒に過ごせたこと、このアメリカと日本の第二次世界大戦終わって50周年を迎えるこの大切な日に皆様と一緒にお過ごしできて、で今日私のバースデーパーティー誕生日でもあります。その日に来ていただいて大変ありがとうございました。それからもう一つ我々は学ばなければレッスンとしては、政治経済それから安全国立安全防衛ですとかそういったものの区別というものがだんだんつかなくなってきているわけです。なぜなら3つともが全部もうつながってきているわけです。国の戦略というものを一つをただ経済だけとか政治だけとか何かの強さだけではできない、3つの要素が全部重なってないといろんなことができない状況になっています。経済であるとか軍であるとか政治であるとか全ての要素を考慮に入れていろいろな外交問題を考えなければならない。例えば日本ですとかヨーロッパアメリカというのは先進諸国の国々リーダーシップを取れている国々のやり方に関してもこういう事実というものを知らなければなりません。軍縮ということです。この軍縮という政策は交渉をするということで、2つの国々あるいは両局が交渉してなんとかお互いの一番危険な核兵器の数を減らすための交渉をする。そうすることによって未来の人類において、まあ、政治的な世界の話し合いでなんとか友好関係を持ちなんとか核兵器をお互いに減らそうという話し合いなわけです。まず最初に一番危険なものを減らす、お互いの両側の危険なものを減らす。お互いがたとえ攻撃するようなお互いに友好関係ではなくてもお互いに一番危険な核兵器だけを減らしていくと、これは両側にとってこれは役に立つ。政治的にまだ敵対関係がたとえ存在していてもそのようにしていく。これはあくまでも人類がこの地上において生き残るためには必要であるということで、核兵器ある程度の核兵器をもうこの軍備の中から減らしていくということ、日本人の一人としてお礼とお詫びを申し上げたいと思います。日本には安全と水はただでもらえるという言葉があります。戦後50年本当に日本はアメリカの守りの中で私たちは経済をここまで発展させてくることができました。本当に客観的に見るならばあまりにもアメリカ の大きな愛とまた負担が大きくてですね、日本は本当にそういう意味においては公平ではない、そういうことを本当に感謝すると同時に申し訳なく思っている次第であります。アメリカの議会の一人といたしまして今の質問にお答えしますけれども、先ほど彼女がおっしゃいましたけれども、私はもう心から信じるんですけれども、我々は自由なアイデアがお互いの国の間を流れるべきである、それから貿易障壁を減らすべきである、関税を減らすべきである、それからいろいろお互いの交流を増やすべき、消費者の物質サービス人物の交流をもっと、それからアイデアものの考え方、そういった世界中からのそういう流れがもっと自由に流れるようにすることは大切である。ですから皆様がアメリカにいらっしゃったということは日本とアメリカとのつながりをもっと強固にするものの役割を皆さん果たしております。で皆さんがアメリカから今度日本にお帰りになりましたときに、皆さんがここで学んだこと聞いたこと見たことを皆さんの友達ですとか皆様の同僚の方ですとか家族の方とかそういったことを常に教えていただきたいわけです。そうすることによって日米の関係のコミュニケーションを良くするための役割を皆さんが果たしてくだされると思うわけです。神がこのような偉大な洗礼ヨハネまで使わせてイエスをメシアとして証明させたのは言うまでもなく、ユダヤ人をしてイエスを信じさせるためであった。このように神の御旨があくまでもイスラエルをしてイエスをメシアとして信ずるようにするためであった。神の御旨と生きるべきイスラエル人を彼はメシアとして信じなければならなかった。イスラエル人がイエスを十字架につけたのはどこまでも彼らが神の御旨に反しイエスをメシアとして信ずることができなかったからである。したがって我々はイエスが十字架上で殺されるために来たのではないということを知らなければならない。これはクリスチャンにとってはびっくり仰天の話。しかし専門家の間ではこの考え方は
深く深く浸透しておったんですよ。一例を挙げましょう。皆さんがね、アンドレ・ジードの田園交響楽という薄い小説を読んだことあるでしょうか。まあ、アンドレ・ジードの最後の部分に出てますよ。そこでね、アンドレ・ジードは深刻な問題提起をするんですよ。その田園交響楽という内容は簡単な内容でした。目くらの少女が一人おったんですよ。その目くらの少女に同情してね、老牧師が彼女の目の治療代を作ってやるんですよ。それでも彼女にとってみては足長おじさんだったわけですね。で、彼女が描いておったのは若いハンサムな牧師さんだったんです。ところがそれ目をやったのはおじいちゃん牧師だったんですよ。それで彼女が目が上げてみると、自分が理想としておったのは牧師じゃなくて牧師の息子だったんですよ。その姿を聞いて老牧師は静かに身を引いていくんですよ。有名な映画あったでしょ、街の明かりという。誰です？チャップリンのね、同じ内容ですよ。だから本来クリスチャンたちは神様がもともと考えておったイエスの姿をいわば理想化しちゃって、史実の姿を掴んでないという話をね、このアンドレ・ジードは言いたかったわけなんですよ。神様がアダムを堕落した時に、その時神様はどんな気持ちしたんですか？嬉しかったんですか？悲しかったんですか？願わないことが起こったんだから、悲しみの悔やみに変わってしまったんですね。愛するものを失った、その胸が張り裂けるような痛みを経験した神様なんです。で、そしてですね、その神様の願いですね、願いは何かというと、この理想をですね、その理想は何十万年という人類歴史において一度でも実現したことがあったんですか、なかったんですか？一度もなかったですね。ということは、今日までの人類の歴史においてですね、あるいは神様の生涯においてですね、神様が一瞬たりとも幸せだった時があったんでしょうかって言うんです。神様は幸せの時があったんですか、なかったんですか？一度もまだありませんでしたって言うんです。本当に神様が幸せな時なんて一度もありませんでしたって言うんです。だから不幸な神様、惨めな神様、かわいそうな神様、胸のズタズタに引き裂かれて、しかも神様は物が言えませんから、実体がないんですから、だから言うこともできない、なすこともできない、そして張り裂かれるような痛みを抱えながら、どうすることもできずして何十万年ももだえ通してきた、そういう神様であるということを皆さん分かるでしょうというんです。宇宙の存在から見た場合にはね、それ科学者たちを、さ、大宇宙は力によって構成された、力によって生まれてきた、力の前に作用があった、作用を通して愛も輪郭からそうして、もう言葉のみんな作用が、それは加わって、結婚の力、愛の力となるように、宇宙の構成にも作用、力より作用が始まる、作用があって、作用するには一つで作用するも絶対ありません。わかりました？作用が起こるというくらい主体、客体がなければ、そういう現象は起こりません。男女、それは相対的ものがなければ絶対それは運動しないと、作用しないと、同じように作用するには必ず主体、客体がなければならないということで、宇宙はそういうふうに構成されている。わかりました？わかりました？両親作用はね、永遠の両親作用、先祖から今まで全世界の万民ともとの両親作用を持っているんですよ。その良心さよ、未来において良心さよ、最高を願うのは永遠に革命ができませんよ。それ永遠に残ってる、その作用は、その主体的なものがなくて作用するものないといえばね、その永遠の良心願いの主体が一体誰は、それは神様というんですよ。わかりました？相対的関係、圏内にあるから、運動作用によってそういう検証を大切せざるを得ないということ。それは作用は主体、客体がなければしないという原則から比較対象にしてみて、その両親の激励させる、作用させる、その動機は神様がいるから、主体があるから、そうならざるを得ない。その名前はどうでもいいです。それは神様といっても、クズ神、日本で言えばクズ神といってもいいですよ。神様と、クズ神、クズ神様、
名前はどうでもいいですよ。その実態があるということを認めなければ、良心さを見て神様がいるということを分かるようになりました。しまいが暗結した場合には言葉は通じないしね、通じたい思いは混成してあるしね、仕方ないその症状は目しか見ることはできない。涙がポロポロポロ流れる、流れるというと、アメリカ女も涙滝やって、それは数千年前に別れた姉妹が滝合う、誠の父母の命令によって、誠の父母が中心になっておるか、霊界のそれは言っておる先祖、千なる先祖女たちがみんな願いをそれですよ。地上の兄弟と東洋西洋の兄弟が一つになるわけね。中できるは霊界と地上、王できるは東洋西洋は誠のお母さん、母さんを中心で一つなる。それは偽りの父母を中心として別れてしまいたちがね、誠の父母を迎えて誠の愛によって一つにならざるを得ない。それから元に帰ることはできません。天国に入ることはできませんね。通用されて子供を産んだその者がね、一つになってお母さんとお父さんと一つになって神の国に帰る、それはもう救援ですよ。救援ね、悪いのが除去してしまっていいものとして元に帰る、その道が救援の道。何百マイルも離れたところから日本からいらっしゃいました。それからまたアメリカ中から皆さんいらっしゃいました。で、両手をつなぎ合ってお互いに永遠の橋を作るために、平和を作るために、この2つの国の平和のために皆さん集まりました。皆さんいらっしゃいました。アメリカの首都にようこそいらっしゃいました。そして結園式をこれから始めたいと思います。80年前には桜の木が友好の象徴でした、まあ、今日皆さんわざわざワシントンに来てくださいました。同じような友好の印として来てくださったんです。美しい桜のように私たちの友情が輪を広げ、まあ、世界の平和の推進力となるように祈ります。私たちは女性として東洋西洋を超えて新しい時代の平和の大使の役割を果たしたいと思います。私は強く信じることがあります。それはアメリカが重要な使命を持っているということです。そしてアメリカが今日の世界で倫理的ルネサンスを起こす指導的な立場に立っているということです。アメリカはわずか200年の間でキリスト教の精神、民主的な精神、それは建国の父祖たちの精神です。で、それは神を信仰する願いによって 新世界にやってきた人々のその精神を持っているわけです。私たちは時代の潮流を生み出しておられる皆様のアメリカ女性指導者とお会いすることによって、私たちが日本において困難な課題に取り組む資産と力を得ようと希望しております。カークパトリック博士は生涯を通じまして、まあ、アメリカが軍事的に強力でなければならないけれども、平和のための最善の希望は民主主義の拡大であるというふうに主張してこられました。新祝辞の皆様、民主主義のと平和のチャンピオン、ジン・カクパトリック博士をご紹介いたします。世界中がソ連の崩壊があった時のあの興奮をもう忘れがちです。それを想像もしなかったですね。ああいうものがあの時に起こるとは、ソ連の崩壊があの時に起こると思いませんでした。共産主義が崩壊すると思いませんでした。もうソ連が完全に崩壊して独裁主義が終わってしまうと、こういうことを考えなかったわけです。そしてそれぞれの今まで植民地的に抑え国ていた東ヨーロッパの国々を自由にすると、そういうことが起こるとは考えていなかったわけです。あの5年前に起こるとは誰も考えておりませんでした。大変即座に起こったわけです。緊急に起こりました。私自身でもびっくりしました。本当に我々も間違ってたと思います。Thank you.
姉妹結縁宣言。私はこの姉妹結縁式を通じてパートナーと共に日米に平和と和解の橋を架ける友情を結びました。人間社会のあらゆる面での平和に関心を持つ女性として、私は家庭、地域社会および両国家に平和と調和をもたらすために努力いたします。襟川康江、1995年2月6日。血縁上の交換と贈り物の交換です。すごくもう胸いっぱいです。本当に最初からね、本当にもう温かいし、全てをね、こう開けたいっていう感じでね、本当にちょっと少しですけどね、お話しさせていただきました。とても嬉しいです。本当にずっとアメリカに憧れていましたから、そのアメリカにこのように家族が、お母さんができたのはとても嬉しいです。アメリカの母です。私の方が年上なんですけれども、とても情が深くて大先輩でとっても嬉しいです。長くお付き合いをこれからもしていきたいと思います。ありがとうございます。Oh, Lord, we need your peace.
remember. In his hands, he's got the whole world in his hands. He's got everybody here. He's got everybody here. Yes, it does. In his hands, he's got everybody here. Yeah. In his hands, he's got everybody here. Yeah. In his hands, he's got the whole world in his hands. He's got the little bitty baby. He's got the little bitty baby. Yes, it does. In his hands, he's got the little bitty baby. In his hands, he's got the little bitty baby in his hands. In his hands, he's got the whole world in his hands. He's got you and me, sister. He's got you and me, sister. Yeah. In his hands, he's got you and me, sister. In his hands, he's got you and me, sister. In his hands, he's got the whole world in his hands. He's got everybody here. He's got everybody here. Yes, he does. In his hands, he's got everybody. Yes, he does. He's got everybody here in his hands. He's got the whole world. He's got everybody here. Come on, y'all. He's got everybody here. Yes, he does. He's got everybody here in his hand. He's got everybody here in his hand. He's got the whole